のっぽさんでーす。もう本当に12月かな、12月ぐらいから毎日この YouTube をね上げるようになりまして、本当に多くの反響、まあその前にね本当にいつもご視聴いただきましてありがとうございます。おかげさまで問い合わせが今までねちょっと予想してなかったところの問い合わせが本当に多くなりました。ただですねこれね傾向を見ているとすごく面白くて、この介護業界だとか医療関係者の中でやっぱり YouTube は見てるんだけどいいねボタンとかチャンネル登録できない人たちが、まあ私のねこの YouTube の番組を見ていただいている方の7割が YouTube に登録してないということも新たに分かりました。ですからいいねとかコメントが書けなかったりだとかチャンネル登録ができてない方々がやっぱ多いんですよね。確かにその年配の方だとかこの介護業界の方々、まあ未だによくファックスを使ってる、メールはあんまり使ってないからっていうようなことを言ってるんですけど、このスマートフォンに関してねやっぱもうちょっと息子さん娘さんだとかね、もしくは職場の若い人に聞いてちょっとそこを見ていただいて登録していただけて、いいねボタンだとかチャンネル登録だとかコメントしていただくと本当嬉しいかなっていうのが最近の私の一番の悩みです。っていうのもね YouTube を見られて返事が Facebook で来たりだとかメッセンジャーで来たりだとか LINE で来たりだとかすごい連絡をいただけるんですよね。すごい連絡をいただいてるんですけど YouTube のコメント欄にほとんどないですね。でどうしようかなと思って見たらやっぱ そんな状況だったんですね。まあ、けどまあこれも少しずつね変わっていくのかなっていうのを楽しみにはしております。ただチャンネル登録していただきながらね、見ていただくとさらに面白い情報だとか面白い見方、自分の枠が広がっていきますんで、ちょっと皆さんトライして見ていただければなと思って、私のこの YouTube の番組は今スマートフォン1個でやってます。実際に今スマートフォンで、撮影してスマートフォンで編集して、今のところまだサムネイルだけはパソコンの方で作ってます。サムネイルっていうのがその表紙みたいなところですね。そこだけは、パソコンの方で作ってはいるんですけど、実際一人で撮影して一人で編集して一人で上げてますんで、私が今できることっていうのはハウトゥーだとか介護保険制度を難しいものを簡単に伝えるだとか、まあそういう台本がないとできないものっていうのはなかなか作ることはできないんですけど、このノッポさんの楽しい介護の進めっていうものに関しては考え方を変えるだけでこれだけ今まで嫌だったなって思うものが楽しくなったり、ちょっとした接し方の違いでスタッフがいろんな意見を伝えてくれるようになったり行動してくれるようになったりだとか、もしくは辞めなくなったり、もしくは人が人を呼んできてくれたりだとか利用者さんが利用者さんを呼んできてくれるとか、なんかそういう連鎖につながる、要は思いの部分を私は今作ってます。それの理由が一人で撮影して一人で編集してるから、やっぱこれしかやっぱできない。しかも毎日掲載する投稿してるから、まあそのサイクルでいこうと思うとどうしても私の思いだとかしか伝えられない。だから感情がガーンって熱くなるようなね、お見苦しいな動画もあったりはするんですけど、何よりもその考え方をちょっと変えるだけで、見方をちょっと変えるだけで見えてるものが変わるっていう、近々ですねその YouTube もしくはその Google アカウントの作り方だとか、YouTube への登録の仕方だとか、まあ、そういった動画をね、知り合いの方がね、私に提供してくれると。でちょっとそれのっぽさん加工したら、皆さん分かりやすく伝えられるかもしれないよっていうことを昨日連絡いただきましたんで、
その辺の情報もね、また皆さんの方にお伝えできればなと思っておりますので、ぜひ、楽しみに待ってください。で、今ね、Google の方で検索すればね、YouTube の登録の仕方、自分自身が YouTube の登録をすることによっていいねボタンが押せたりだとか、チャンネル登録ができたりだとか、コメントができたりだとかできます。ちょっとそういうふうな、もう一個進んだね参加の仕方をしていただければすごく助かるかなと思っておりますので、よろしくお願いします。本当に問い合わせをいつもたくさん、いろんな、けど考えたらすごいよね、 YouTube を見て YouTube で、コメントできないからって言って LINE でくれたり、どうだろう、 Twitter の DM でくれたり、Facebook でコメントくれたり、メッセンジャーでくれたり、いろんなやり方でアプローチしてくれるのが本当に逆にすごいなっていうのを、嬉しいなと思う反面、 YouTube の中のねコメントももうちょっとわーって盛んになるとまたさらに嬉しいなって、ちょこっとやり始めたらね、あーもうちょっとここまで来てーなとかなんか出てくるので、その辺もよろしくお願いいたします。最近天気がね、おかしい、寒くなるって言われたけど全然寒くならないまんま、ね、気温が高い、雪が降らずに雨が降る、3月並みの天気だ、4月上旬だとか5月だとか、なんかちょっとその天候がね、左右されます。で、スタッフもそうですし、何よりもその高齢の方々に関してはその気温の変化だとか、もしくはその気圧のね変動だとかっていうものに関してやっぱ敏感なので、その辺のケアをね日々皆さんされてると思いますけど、自分自身のケアもで、リュウスさんのケアもで、家族さんのケアもっていうことで本当に大変だと思いますけど、本当に楽しんで、やっていただいて、皆さんでこの楽しいよって、介護ってすっげー楽しいんだよっていうことを伝えていきましょう。YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。頑張るバイ。